休んでいいんだ。 ラッシュロック！
どうすかバンさん、この大物ソードウルフの肉は赤身が多くて燻製にぴったし、皮も割といい値で売れる。八つ咲きウサギは煮ても焼いても茹でてもうまい。こいつの出汁で取るスープはお肌にいいんだぜ。でもまあ勝負で言えば俺の勝ちだろ。料理絶望的壊滅的味覚音痴が何言ってんだよ。キング、お前の収穫はどん、キング真面目にやれ。そうだぞ、商売サボってた分しっかり仕込みしないと。今の何？クマやイノシシじゃなさそうだよね。Thank you.